はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ1月の18日13時から新しいイベントがね、始まりまして、テーマクロニクルという公式のイベントが始まりますと。で、今回はこちらのイベントで使えそうだと思ったおすすめのデッキトップ3を発表させていただき、で、その、デッキの、まあ、簡単な回し方を、まあ、ちょっとだけリプレイ でつけるみたいな感じの動画になっております。で、このイベントはそもそもどういうイベントかっていうとですね、公式で開かれる環境外デッキ選手権みたいな感じですよ。イメージ的に言うと。環境デッキ、いわゆるランクマとかでよく使われてるような強いカードたちには結構ね、禁止カードの、リミットレギュレーションが入ってまして、まあ、このリミットレギュレーション一覧からね、見ていただければわかるんですけども、かなりね、強そうなカードに規制が入ってるんですね。はい。で、まあ、じゃあどういうデッキが活躍できるかっていうと、もう本当自分の好きなデッキ使っていただければいいんじゃないかなと、個人的には思ってるんですけど、まあ、一応、このイベント、メダルというか、ジェムがもらえるんですね。で、1万1000ポイントぐらいまでは、結構ジェムがもらえて美味しいんですよ。なんで、皆さんある程度このイベントを周回するという、ことになると思うんですね。で、周回するとなった時に、やっぱ効率がいい、結構早く勝てるデッキがいいと思ってて、で、このリミットレギュレーションの都合上ね、あんまりね、先行するやつめっちゃ強いみたいなテーマ、そんなになさそうなんですよね。まあ、オルフェゴールとかはなんか結構強そうだって話聞きましたけど、なんかね、言うてね、全然高校からまくっていけるぐらいのレベル感の先行制圧だと思うんで、今回はですね、おすすめデッキ3戦全部高校1キロをするデッキとなってます。はい、早速ね、この3つの私が思うおすすめのデッキ3戦ご紹介していきましょう。まず1個目、1つ目はですね、パラディオンデッキですね。これ以前動画にさせていただいたことあるんですけど、これどういうテーマかっていうと、このアークロードパラディオンっていうモンスターを使って高校でめっちゃ打点高いやつを出してぶん殴っていってワンキルするっていうテーマなんですよ。で、見ていただいたら分かる通り、ね、安いんですよね、このテーマ。まあ一応ね、汎用カードで、まあ増字とか裏とか、それからライトニングストームとかは入ってますけど、まあここね、持ってない方は、まあ増字以外はあった方がいいと思いますけど、持ってない方は、抜いてもらって、なんか怪獣増やしたりとかしてもらっても全然いいのかなって思うんですけど、バック除去、ライトニングストームとか、その、レッドリブートみたいな、あと羽防御みたいな、こういうカードはね、なるべく積んでいただいた方がいいのかなと。結構なんか雑多な環境になってきて、なんか、わけわからん魔法トラップカードセットされること結構多いと思うんで、まあそういうカードを全部っぱできるように、ライトニングストームとか羽防御とかを入れてもらって、なんかあとはパラディオンカード以外はなんか結構割と自由枠なんじゃないかなと。はい。思ってて。で、エクストラもね、結構安いんですね。これ、アークロードパラディオンが一応必須で、パラディオンモンスターたち結構必須なんですけど、N とか、まあ、高くて SR くらいなんですよ。なんで、まあ一応、アストラムとか、ラストタイガーとかは、まあ、あった方がいいかなと思いますけども、まあ、言うて相対的に見たらかなり安いデッキになってるんじゃないかなと思うんで、よかったら組んでみてください。これ、ルーム戦で使ってる感じ、今、このテーマクロニクルっていうね、リミットレギュレーションのルームが開けるようになっていて、ここでやった感じ、10戦7勝3敗とかでした。はい。なんで、まあ、自分から高校取るんでね、割とコイントスのストレスもないですし、めちゃくちゃおすすめのテーマとなってますんで、よかったら使ってください。はい。さあ、パラディオンのね、回し方を、お伝えしたいなというふうに思っております。また先行を渡されましてね、とりあえず、まあ、ゴードンだけ打って、相手の手札を、の誘発をね、打たせようと思ったら裏が飛んできましたということで、やることがありません、基本的に。あ、で、飛んだカードはね、こんな感じになっております。ガメシール君とパラレルエクシード君、2枚飛びまして、まあちょっとうわってなったんですけども、何も 動かなくていいので、とりあえずエンドと。ワンキルされなければいいです。で、高校、自分から取ってくるようなやつはね、ロクラデッキじゃないから、ブーメランめっちゃ刺さってるけど、なんで、まあとりあえず1回エンドして相手の動き見て、ね、相手がモンスター出してきてから動くと。まあ、結構ね、パラディオンってね、そういう感じで動いていくテーマなんでね、モンスターがないと殴れないと。で、ここで神戦がね、セットされまして、で、増字とウララあると、かなりやばいですね。で、フォーマットスキッパーを召喚して、効果発動して、増字打たれましたけども、貫通して動いていきます、これ。はい。どうせね、大した手札が入ってないと読んだので、こういうタイプのデッキは。だから、もうなんかゴリゴリ押して、
貫通し腕挙しようと思ったんですけども、神栓あるんだったら神栓打ってたら普通に止まりましたけどね私。はい、で、神樹のパラディオンを特殊召喚して、でマギアスパラディオンの効果で、110持ってくると。はい、でこれで一応ね、マギアスと神樹でリンク召喚してレグレックス出していくんですけど、このね、神樹のパラディオンっていうカードが墓地にあるとパラディオンモンスターが戦闘効果打開される場合になんか肩代わりできるっていうことがあるんだけど、神栓ってそもそも召喚無効なんで、フィールドにいる状態にならないから、なんかもうさっさとこれ打っとけばね、多分相手結構きつかったかなと思うんですけども、パラレクシード一応1枚だけあるんで特殊召喚してレグレックスの効果で魔法カード持ってきますと。はい、で2体で、ベルスパーダパラディオンとかいう謎のモンスター出してで特殊召喚すると。でこいつがね結構強くてね、あ、ベルスパーダはちなみにリンク先にモンスターが出るとなんかそのメインモンスターゾーンのモンスターをなんか動かせるっていうモンスターの効果がありまして、これでなんかクリフォートアーカイブとかいう謎のモンスターをこのリンク先に持ってこようというね、魂胆。そして、魔境のパラディオンは特殊召喚に、成功した場合に、パラディオンカードと相手のカードを1枚ずつなんか破壊できるみたいな効果あるんで、これでなんか後ろをね割りに行こうと思ったんですよね。なんか全然神栓使ってこなくて相手、はい、神栓使ったらライフ減るのを警戒したんかな。パラディオンなんでね、普通に召喚剣、止めれば結構止まりますけどね。はい、で神栓なんか除去できたん で移動して、でアークロードパラディオン出して、はい、でアークロードは、リンク先のモンスターの打点分脳筋で打点が上がるっていう効果がありまして、はい、でこれでなんかひたすらにリンク先にモンスター出していくと。でこれね、天球のパラディオンっていうモンスターの効果を使ってくんだけど、こいつが自分のフィールドのパラディオンのリンクモンスターがなんか戦闘ダメージ倍になるっていうなんかガチでやばい効果って、でアークロードがリンク先のモンスターの打点も上がるから、なんか今ねこことこことここの打点吸収して6600になっていて、で天球の効果使ったら、さらに、戦闘ダメージが倍になると。だからこれで殴れば大体勝てます。アークロードパラディオンさん今戦闘ダメージ倍になってるわけですよ。で相手7200しかライフもないんで、相手の攻撃力が3500以下であればワンキルできます。はい、ぶん殴りましょう。ドーン。はい、以上です。めっちゃ簡単ですね。まあ、ちょっと若干ね、展開モンスターをこう盤面に並べていかないといけないので、増重結構踏んじゃったりとか、あとエフェクトベイラーとかそういうのカードも踏みますし、もちろんニビルもね結構踏んじゃうので、まあ、そういうところだけ注意点です。2つ目のおすすめなデッキはヒロイックチャンピオンです。これめっちゃ簡単なんですよ。このデッキね、診断で登場した、最強のこのヒロイックチャンピオン、クレイブソリッシュさん、これをですね出してただぶん殴っていくっていう、なんか幼稚園児でも使えると言われている、デッキでございましてですね、まあ、ちょっとですね、汎用パーツが、まあ、ゾウジとかライトニングストームとか酸性のサイとか、これがちょっと高いかなっていう感じはしてるんですよね。ヒロイックエンボイとかこれのカードはちょっと高いかなと思ってるんですけど、まあ、この辺ちょっと持ってるカードで代用してもらって、これやってることめっちゃ簡単で、相手のモンスターなんか怪獣とかでしょって、でライトニングストームとか羽暴起で相手のバックしょって、ほんで戦士族レベル4で出せるヒロイックチャンピオンクレイブソリッシュさん出すんですよ。でソリッシュさんの効果使ってライフポイント500になるに払って打点上がるよっていうバトルフェーズ中にっていう効果使って、でさらにこのヒロイックチャンスっていう効果を使ってさらに打点を倍にすると。だからバイプッシュバイプッシュで打点を1万にして、でこの1万になったクレイブストリッシュで、こっちで殴るときに相手のモンスターの攻撃力吸収するって効果あって、フォースみたいな感じなんで絶対1万通るみたいなギミックになってるんですね。だからもうほんと戦士族2体並べて、ほんでこれ出してヒロイックチャンス打って殴るだけっていう、しかもそれが結構ね、このモーニングスターとかっていうモンスターの効果によって割と安定するので、これかなりねおすすめです。UR ちょっと多いっていうのがあるんで、まあちょっと UR こんなにねえやっていう人はパラディオンとか使ってもらえばいいんですけど、これねめっちゃ簡単だし周回効率結構いいと思うんだよ個人的には。でルーム戦やってる感じだと10戦6勝4敗からでした。はい、結構強いっす、これ意外と。はい、まあ最悪ね、ワンキル取れそうだなと思ったらサレンダーして次がいいっていう話があるんでね、イベントだと。なので、簡単にちょっとこちらのデッキも回し方をお伝えしていきましょう。使い方異常に簡単なんで、このデッキ、まあ、簡単にご説明させていただきましょう。なんか先行渡されましたんで、このデッキ先行ガチめにやることがないのでターンエンドです。
やることなさすぎる。先行何もやるとない。でオルフェゴールプライムで、オルフェゴール展開をしてくると、オルフェゴールもかなりね先行デッキとしてはかなり強力なんですが、なんで高校を取ってきたのか分かりません。相手がなんか高校取ってきたんですよ。相手がクリマックス入ってなったら先行だろみたいな話なんだけど、ね、ここでオルフェゴールガラテアからの、クリマックスで、ガラテアでダイレクトと。でここでこのクリマックスは何でも高校が持ってるんですけど、まあ、オルフェゴールリンクモンスターがいないと意味ないんで、まあ当たり前にねデッキトップにで引いてくる、はい、ガメちゃん爆誕させて、まずクリマックスを無力化して、はい、ドーンからのハーネボーを置き、やってること脳死すぎるだろ。怪獣で相手のモンスター背負ってから跳ねっていうね。はい、で、ヒロイックエンボイでヒロイックモンスター持ってくるっていこうか。で、クリマックスは闇属性機械が持ってくるけど、まあ別にこのターン使えるモンスターないから、あんま関係ないと。で、ゲルスを出るのに加えて、まあ次の初動ですね、相手は。からのモーニングスターをサーチ、誰やねん。で、ハルベルト誰やねん。で、サウザンドブレード誰やねん。からのヒロイック捨てて、ヒロイック出してくる効果にチェーンして増殖数字打たれましたと。増殖する字ね、そんなに困んないっす。言うて。まあエフェクトメーラーとかがきついですけど、一応この状況だと。まあ、引かれなければ、全然、しかなんなら2枚ぐらいしかドローさせないで展開できるんで。ヒロイックチャンピオン、ヒロイック、チャレンジャーか。で、サウザンドブレードで、モーニングスター出してくると。で、モーニングスター効果でヒロイック、魔法トラップカードサーチ。あ、こいつの効果使うと、ヒロイックしか出せねえっていう、なんか地獄みたいな制約かかるんで、まあ、これだけ注意ですね。はい。まあ、ヒロイックで殴るだけなんで、あんま関係ないですけど。で、レベル4、2体で、戦速2体でオーバーレイして、ヒロイックチャンピオン、オティンティンビンビンさんを出していくと。はい。ヒロイックチャンピオン、オティンティンビンビンさんを出していく。で、ここで、ヒロイックチャンスとヒロイックチャンピオン、クレイブソリューションの効果で、こいつはバトルフェーズ開始に打点が倍になるっていう効果、500ライフ払うように、500になるようにライフ払ってね。で、ヒロイックチャンスで、直接攻撃できない代わりに、なんかその打点が倍になるっていう効果を使いますと。で、まず5000になって、で、バトルフェーズ開始で1万になる。で、クレイブソリッシュさんはぶん殴るときに相手のモンスターの攻撃力を吸収できるっていう効果あるんで、これで1万が確実に通って、バチコーン！これだけです。めちゃくちゃ簡単です、この敵。はい。幼稚園児でも使います。3つ目のデッキはですね、軍艦です。まあ、高校に寄せてきました。クロニクル高校用軍艦。これもね安いんですね、このデッキ。まあ言うて汎用パーツがね、増殖する字とかウララとかライトニングストームとか賛成の際入ってるんですけど、まあこの辺のパーツ結構持ってる人も多いかなと思うので、これ入れてもらったらメインパーツなんかもう SR 以下ですから。まあ怪獣はね、なんかガメシエルが一番打点低いから入ってますけど、まあここはなんかガダーラとかでもなんとかなると思います。はい。で、まあこの辺のね SR を、作ってもらう必要はあるかもしれないけど、見てくださいエクストラ。正直このホープとか、まあトルネードラゴンとか、まあ最悪なくてもいいんですよ。必要なのはマジでこの軍艦モンスターと、あとそれからガイアドラゴンアーゼウスぐらいですね。はい。なんでこれ結構安いと思います。はい。でしかもねそこそこ強くて、これねルーム戦で使ってる感じになんとね8勝2敗っていうのが謎の数値を叩き出しまして、これ上振れただけかもしれないですけど、結構強かったんですよ。なんか高校ばっかり結構できたんですよね。割と、やっぱ軍艦モンスターって結構展開力ありますから。なので、結構おすすめのテーマになってるんじゃないかなと、はい、思っております。早速、ちょっと簡単に回し方をご紹介していきましょう。さあ、寿司デッキはですね、まあ、基本的には、まあ、寿司をいっぱい横に並べて、で、まあ、展開力でゴリ押ししていくみたいな感じのテーマになってるんですね。で、結構、ドローが入るから割と手札も減んなくて、結構強いんですけど。で、相手はビートルーパー。これね、結構ビートルーパーもなんか強いらしいですよ。はい、あ。展開力あって、しかもなんか、妨害もちゃんと構えられて。はい、あ。で、相手はネプチューン引っ張ってきて、で、多分インビンシブルアトラス出てきて、で、これが結構強いんですよね、このモンスター。これなんか相手の効果は足しにならないし、効果打開されないっていう、まあ、サンダーボルトとかライトニングストーンとか効かないんですよ、一切。これ結構強くて、で、しかもビートルーパーをデッキから出してきて、で、スティンキーランスが特殊化成功すると、ビートルーパー魔法トラップ持ってこれるんですけど、これがね、効果無効のカウンタートラップになってるんですね。はい。なんで、今一応、相手は月のショットをビートルーパーのフロートスティング構えてるんで、効果無効1回と、なんか裏側表示にするガードが1回みたいな。二妨害。で、しかも結構強そうな、昆虫族が並んでるみたいな感じですね。はい。まあ結構先行展開このくらいで終わるデッキが意外と多いと思うから、個人的には。はい。
で早速強欲で貪欲なツボをぶち込んで、手札がいるんでね、枚数高校まくりだから。でサンダーボルトはこいつ効きません一切、なんであんまり意味がないと。で、ウニの軍艦で、シャリ見せながら特殊召喚していく。でこれがね通ってくれると嬉しかったんですけど、月書で、ウニを裏返されて、これなかなかやり手ですね。これあと裏返すのね、これねウニ選択したんですけど、これ、ね、シャリの方が基本的にはなんかいい気はしないでもないけど、まあまあ、あんまかもねえか。で、はい。で、イクラの軍艦、特殊召喚、シャリがいるとできるんで、特殊召喚して。で、デッキトップ3枚めくって、シャリの軍艦あれば特殊召喚するか手札に加えるって効果あるんですけど、これにビートルーパー、フロートスティングで、まあ、ぶち込まされて、で、こっち破壊されて、はい。ただまた僕、召喚券使ってないんでね。はい。なんで、普通にアドバンス召喚をして、ウニの軍艦を出していくと。で、ウニの軍艦で、レベルを、5に上げて、でシャレの軍艦手札に加えてレベル5に対でオーバーレイエキシーズ召喚、ウニ型2番艦でワンドローとダイレクトできるよっていこうか。こいつは、シャレの軍艦が素材になって、さらにウニの軍艦が素材 になってると、まあ、両方とも効果適用できまして、シャレの軍艦で1枚ドローしながらこいつはウニを素材にしてるんでダイレクトができるということで、エキシーズモンスターでダイレクト、はい、したので、まあ、上に重ねて、とりあえずガイアドラグン出して、でガイアドラグンの上に圧倒的板前アーゼウスを出していくと、はい、これが寿司屋の大将ですね。寿司屋の大将、4素材強いです。でオーバーラインユニットを2つ使って相手のカードをぶっぱで、相手結構リソースなくなってるんで、もうきついでしょうね。でウェブソルダーと賛成のサイト、はい、特に何もないと、あとはワンキルするだけですね。結構こんな感じでなんかまくり返せるんですよ。アーゼウス生きてるんで、なんかこのリミットレギュレーションなんかなぜかアーゼウスが使えるんですよ。だから、まあ、ウニさえ出せりゃ、このデッキってダイレクトした後にすぐアーゼウス4素材になるんで、結構強いんですよね。まくりとしても。はい。なのでこれぶち込んで、はい。で、あとはもう適当に、なんか白魚とかシャリとかイクラの、効果使って、軍艦を並べてぶん殴っていくだけと。やかしゃり出す。で、ランク4。はい、でさらにランク4、あ、これサーチですね。シライウォーは、1枚ドローと、それから軍艦魔法トラップカードサーチという効果を持っています。気まぐれ軍艦2機をサーチして、イグラ型1番艦を特殊勝ち、さらに1枚ドローして、こいつは、1ターンに、2回攻撃できます。イグラにイグラが素材になっていると。はい。で、寿司処海鮮を発動して寿司屋オープンですね。まあ遅いけど、でもおい2回攻撃、2回攻撃、おい、えい、で白魚でぶん殴って終わりと。こんな感じで、一応ね、おまけでね、先行用のデッキ2個くらい紹介しておきます。正直展開長いんで、あんまりおすすめじゃない、個人的には。一応オルフェゴール、これ初動カードがめちゃくちゃ多くて、しかも展開でね、アポロウーサーと、それから、まあ、ガラテアプラスクリマックスとか、それからアポロウサプラスマスカレーナプラス墓地に、ディンギルスと、それからスケルトンが落ちてるみたいな、そういうね展開ができるので、先行のデッキ使いたい方であればこれ結構おすすめかなと思うんですけども、まあ、正直イベント的には高校でワンキルしちゃった方が早いんじゃないかなって思ってるんで、まあ、一応おまけで結構強かったです、使ってる感じはね。はい。とあともう一個はですね、先行制圧デッキサンアバロン、これ通常モンスター1体からありえない展開してくるデッキなんですけど、これまあ、この通常モンスター1体から、4妨害が確定するんですよ、絶対に。だから先行デッキとしてはかなり強いかなと思ってるんですけども、結構ね勇者ギミックとか、あとそれからセリオンズキングレグラスとか、あの辺のねモンスターが規制されてまして、だから、ね、結構ね誘発ケアが難しいんだよね、先行デッキって。だからこそ、まあ、高校取って、相手の先行を誘発で投げて止めて、高校でワンキルすればいいかなと思ってるんですけど、まあ、一応ね、これも、先行取りたい方であれば、おすすめのデッキとなってますが、めちゃくちゃ展開長いんで、まあ、個人的にはあまりおすすめじゃないかな。強いけどね、デッキとしては。はい。というわけで、いかがでしたでしょうか。まあ、おさらいすると、おすすめのデッキは、パラディオンと、それからヒロイックチャンピオンと軍艦と、私の個人的なおすすめになっております。よかったらですね、概要欄に貼ってありますんで、デッキレシピ の、 リンクが、そちら
コピーして使っていただければなというふうに思っております。では皆さんもイベント楽しんでください。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。